はい、じゃあ福龍さん自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、桂福龍と申します。どうぞよろしくお願いいたします。福団治師匠のお弟子さんということで。そうです。師匠とはどうやって出会ったんですか？どうやって、ちょっと居酒屋で付き合ったんですね。居酒屋で付き合った、はい、それで入門を決めた理由、落語家になろうと思った理由と、はい、師匠に弟子になろうと思った理由は、はい、まあ、2016年の夏前に、うん、師匠は英語落語を見たことないから一回やってくださいと言って、うん、福龍が師匠の前で、はいはい、英語落語をやったのね。そうそうそう。で、その居酒屋のところですけど、うん、飲み屋さんはね、うん、で僕、まあ、この格好この感じでやりましたんですけど、あと3ヶ月ぐらいもう一回同じ店で、あ、居酒屋でね、居酒屋でやって、でその時、チャンスあるかなと思ってからお願いされてました。